こんにちは。はじめまして。私は胡蝶かなえと言います。じゃあ買いますよ、この子。ああ、いいのかしら。いいの。ごめんなさいね。あらあら。あらあら。こんなんでこの子どうするの？まあまあ、そんなこと言わずに。姉さんは忍の笑った顔が好きだな。じゃあ一人の時は、この効果を投げて決めたらいいわよ。ねえ、カナオ。そんなに重く考えなくていいんじゃない？カナオは可愛いもの。理屈になってない！でも、それが姉の思いだったなら、私が継がなければ。哀れな鬼を切らなくても済む方法があるなら、考え続けなければ。姉が好きだと言ってくれた笑顔を絶やすことなく、